まず予想では3バックを予想しています。ゴールキーパーは囲井健太郎です。今日はディフェンスラインに川崎が入りました。3バック右から川崎、鎌田、藤原、ボランチの位置に中原と川上、右のワイドに石田、左のワイドに佐藤、前線加藤、そのシャドウ、その下に、藤本、船山と、この J リーグ通算400試合を達成したこの2人が並ぶんじゃないかという、こちらも、予想3バックを予想しています。ゴールキーパーは大内です。3バックは右から吉岡、秋山、池谷という並びを予想しています。右のワイドに船橋、左に水谷、さあそしてこの真ん中のあたりですね、宮坂、デューク、カルロ、佐藤優太、森川、宮本と、このあたりのちょっと並びも、ゲームを見ながらお伝えしていきたいと思います。鳥取戦で J リーグ通算400試合出場を達成しました藤本純吾、そして船山貴之、この2人が同時に、J リーグ通算400試合出場を達成したということで、セレモニーが行われるということになります。宮坂からのロングボール、左サイド抜け出していこうというのはデューク・カルロスです。デューク・カルロス左足で中に入れて、宮本のシュートが決まりました。長野先制です。ゴールを決めたのは宮本、今シーズン4点目で長野が先制、0対1です。キッカーは宮坂です。宮坂から左サイドへ大きな展開、水谷の右足でのクロス、これが直接ゴールの方向に行ってポストに当たってゴールインです。長野2点目です。0対2。水谷のこのクロスが直接誰も触らずにポストに当たってそのままゴールインしています。少しゴールキーパー囲井健太郎にとっては難しいボールになりましたが、ポストに当たってゴールイン。秋山が前線に送ったボール、捨てたのは森川です。デューク・カルロスワンタッチで森川が前が空きました。そして左足でシュートを打ってきましたが、ここは囲井がセーブ、セカンドボールです。森川中に送ります。さあどちらが狙っていくのか、ミドルレンジです。藤本純吾の左足ですが、ここはゴールキーパー大内のセーブです。大内からいいボールが入りましたが、これはカットされています。川上です。そして石田、石田から加藤、加藤がスルーして船山、シュートが打てるかというところ、そして佐藤の右足のシュート、船橋のスローインから、ここにデューク・カルロス強引にシュートまで持っていきましたが、最後は枠を捉えることはできませんでした。ただこれもこの選手の持ち味の一つです。非常に迫力のあるプレー、そして自らシュートまで持っていきました。ここは狙っていきました、セカンドボール。最後は囲井健太郎が反応して弾き出そうという、無回転で、まず1点返すこと、そして後半入り集中していこう、全員で最後まで信じて戦おう、必ずひっくり返せるぞという、そんなハーフタイムコメントでした。さあ宮坂の強烈なシュート、さあ10番が見えますが、藤本純吾の左足、ただここはゴールキーパー大内がしっかりと、さあここはボールを奪った相模原、高山です。さあなんとかうまくボールを奪って、今相模原の高山がボックスの中で倒れたというところで、判定は PK になります。今これどちらのボールになるかというところでしたが、ボールを奪おうと高山がワンタッチして、同じ方向に蹴っていきました。船山の PK が決まります。
スコアの方は1対2です。この山は今シーズン2ゴール目ということになります。藤原から川崎、川崎が縦に入れて高山です。高山から安藤、安藤仕掛けます。そして左足のシュート、ここはゴールキーパーセーブです。セカンドボール加藤が拾います。さあ藤本純吾、安藤とつないで川上です。藤本純吾一人かわして川上、相手プレッシャーありましたがうまく回避をしています。プレーはアドバンテージを取っています。高山クロスを送っていこうというところでしたが、これはコーナーキックです。そして少し長い笛が鳴ってイエローカード、これが2枚目でレッドカードになりました。この川上のところですが、これがさあ、そしてここで長い笛が鳴りました。2022明治安田生命 J3 リーグの第15節、 SC 相模原対 AC 長野パルセーロ、1対2で AC 長野パルセーロが勝利しています。